サゼラックサゼラック、英語、ソスロックは、ライウイスキーをベースとする、スタンダードカクテル。一説もあるが、世界最古のカクテルと言われている。アメリカ合衆国のニューオーリンズで1930年代より、飲まれており、1959年に、ニューオーリンズのサゼラックコーヒーハウスで、ジョンシラーが命名したと言われている。1850年。 オールドファッションドーコニャックをベースにしたカクテルがあり、ニューオーリンズのバーテンダーであったセウェル・テイラーがこのカクテルにフランスのソスロック・デ・フォージ・イフィスというブランドのコニャックを取り寄せて用いるようになったため、これをサゼラックと呼ぶようになった。セウェル・テイラーのバーはほどなくアーロン・バードに売却されたが、アーロン・バードはサゼラックのレシピを受け継ぎ、店名をザ・サゼラック・コーヒーハウスとして カクテルを看板メニューにした。1860年頃には、コニャック版、オールドファッションドだった、サゼラックにアブ酸が追加されるようになったと推測されている。1870年代に、フランスのブドウ畑が、フィローキセラのためワイン、ブランデー、コニャックの生産が壊滅状態になり、アメリカが輸入するコニャックも激減した。そのため、サゼラックハイスを経営していた。 トーマス・ハンディがコニャックの代用品としてライウイスキーが用いることを考案した。これがそのまま標準的なレシピとなっていった。また、アブサンも用いられるが、アブサンが禁止されていた期間はシャルトリューズやペルノリカールのペルノーが用いられていたこともあり、アブサンが解禁された後もこちらを用いるレシピもある。1933年にニューオーリンズで サゼラック社が誕生して、サゼラックに用いる、ソスロックライウイスキーの販売を行っている。また、サゼラックというプレミックスされたカクテルの瓶詰めも販売している。日本には、少なくとも1920年代以前には、伝わっていたようで、日本初のカクテルブックである、カクテルには、サゼラックの記載がある。レシピの一例を記す。上記のようにアブさんの代わりに、シャルトリューズや、 ペルノーを用いるレシピもある。なお、サゼラック社では、ライウイスキーは、サゼラック社が販売するソスロックライウイスキー、アブさんは、アーブセインとビターズは、ペーショーズビターズを用いるのが公式としている。ありがとうございます。